しょ。振られた。それも大事なことです。もう一人、お願いします。皆さん、すごいいい方だと思いますね。なんか共感、その作曲家の気持ちにこう自分の心を乗せることができたようで、とても嬉しいです。作曲家、この爪友さんに起こったことは、実は4歳になる娘さんの病気で死んでしまったんです。大正解だと。まだみんなはね、子供は、自分の子供が死んじゃったことなんてまだないよね。だからそれ感じることできないけど、誰か大事な人が亡くなってしまったり、あるいはもう会えなくなってしまったり、ね、そういうことあると思うんだ。そんなことをちょっと考えながら聞いてみてもらったらいいかなと思います。歩いて行って、教会からお墓まで行って場所を行いますか。その場所のリズムがこの音楽に入っています。